皆さんこんにちは、スイントです。上田です。いやー、このさ、オープニングのさ、はい、初めからっていう欄があるんだけど、うん、そこでちょっとマリオの帽子があるじゃない。あるね。ちょっと上田さんに注目してもらいたいのがさ、はい、この M の部分、うん、M のワッペンの部分、なんかさ、うん、ただ M がペタって貼り付けられてるだけじゃなくて、なんかすごい線みたいなさ、うん、ちょっと縫製の糸みたいなのがシャ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 って入ってさ、これビヤーって入ってますね。そう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 。それがどうかしたの？いや、入ってるなと思っただけ。それだけかーい。さあ、森の国スチームガーデンやってきましたということで。来ましたね。まあ今回はもちろん草禁止にしようかなと思いまして。うわ、草か。そんでマリオがその縛りを理解して最初からなんかオデッセイ号の足場が茶色いところに伸びていたけど、そう、ちょうど草のないところにいたね。草のないところに縛り理解してます、こいつ。ありがてえ。なんか騒がしいな。すいません、うるさくしちゃって。いや、俺は実況のことじゃないよ。違う違うでしょ。森の国になんか起こってるよってことね。じゃあもうストーリー進めに行こう。うん。だからこの先にね、確かね、スフィンクイズバージョン2みたいなやつがいるはずなんだよ。はい。このスフィンクイズが、うん、なんかムーンくれるわけじゃなくて、どうやった、うわ、なんか1マスだけ言わない、あそこあるね、スフィンクイズ。うわ、スフィンクイズの前かな。行きます。はい。ギリギリ。はい。ここなんで1マス石にしてくれたん、マジで。ありがたすぎるわ。この縛りを意識しているとしか思えない配置。マジか。うわ、ありがとう。はい。怪物からこの宙奪ったのは花ですね。あのストーリー全くね、聞いてない人は何のこっちゃって感じかもしれないけど、もう全部ね、暗記してるんで大丈夫ですね。はい。そんでこれはだいぶちょっと屋根低いからね、うん、そうだね。おお、入っていかないといけないと。そしてこの辺もちょっと若干の草があるからね、はい、気をつけて避けつつ、はい、さあここを第一広がってくれてるの嬉しすぎる。めっちゃ嬉しいね。そしてこっから草を避けつつ、中間あのオレンジの足場は全く草ではないから大丈夫だよね。そうだね。まずどこから攻略していこうかな、うん、まあ、まだね、一個も集められてないから ね、なんだかんだでまだ一個も集めてないから、うん、最初こっち切ない。こっちに2個ムーンがあるはずなんだけど、下草じゃない。ちょっと待って、草っぽいな。大丈夫か、これ草まさらず入れず。オッケー、素晴らしい。はい、入れていく。はい。で、ここの 2D アクションみたいなところが、うん、確かね、ムーン2個あったはずなんだよ。おお。だからここで2個集めてるの待って、森の国めちゃめちゃ基準多いじゃん。基準多いね。結構だるいぞこれ。めっちゃだるいわ。まあ多分ここにあったはず、まず1個目。うん、よく覚えてた。オッケーオッケー。やってくうちにちょっと思い出してきたかもしんないこれ。いいね。オッケーオッケー。まず1個目のムーンゲットということで。はい。そしてこの下、まああとはこのダンジョンクリアすればあるはずだがな、うん、このな、ハリウッドザコシショウみたいな顔してるねこの敵が意外にね結構強いんだよな。マリこの水の上下すんのも結構だるいぞこれ。その操作と相まって、うん、ちょっと待って、嫌な敵では。ああ、嘘でしょ。普通の操作はミスりたくなかった。くそもうミスりたくないのに。もうミスりたくない。こいつが浮くんだよな、なんか勝手に水のあれによって、うん、ただもうこの隙に行きたい。いいね。オッケー、ここで2個と、はい、うん、これ確か15個とかそんくらいだった気がするからね。多いな。めちゃくちゃ多いんだよな森の国。これで一応2個確保して、こっからのビジョンがあんまりまだついてないけど、え、待ってこれ大丈夫か。やばいやばい。だってなんとかどっか行け。危ねえ。危なすぎる。ただ待て、足場がね、どう登っていけばいい。あのポールだ、あのポールだ、行くか。ポールに捕まろう。はい、捕まれ。おお、危ねえ。マジ危ないって、そういうの。ガチで今よく反応したと思わない。今してましたね。これいい反応見せれてんじゃないかい。はい。そしてこの奥にもね、なんかあったはずだから、うん、行きたいんだけど草があるが、まあ踏まないようにしていけば大丈夫で、うん、でこれもね、カカシちゃんでね、確かファイヤーブロス倒せばいいとか言うけど、なんか草が若干広がってないかこれ。ちょっと若干広がってんね。若干草広がってんの。だる、何このマップ。ちょっと待って、ブロスこっち来い。そうだね、オーファイヤー来てる。あ、これ勝手な行動しちゃうからね。ブロスがなんでお前草のあるとこにしか行かないんだ。これなら石だから大丈夫という説。ああ。やっちまったー。そこは絶対無理だな、うん、ダメだねここは。そこはダメで、ここも渋いんだよ、うん、ここも行けそうに見えて渋いから、はい、こっちで行くか。こっちで、こっちで飛んだ後、うん、こう戻っていけば今石のところにいるからね。はい、大丈夫なら大丈夫。オーケー、大丈夫で、こうい、
って取れと、はい、ちょっと今一瞬ねイヤッとしましたが、はい、オッケー取れて、はい、まあねこの苔みたいなねあのちょびちょびのところ若干踏んでた部分もあるかもしれないけど、それはねあの目をつぶってあげてくださいそうですね、だからちょっと踏んでねみたいな怪しいところはね皆さんのあの優しさにかかってますんでそこはちょっと見逃してくれたら嬉しいですということで、はい、ただ帽子を返してくれませんかね、来いせよ僕の帽子をなんかそのかかし踏むと返せるみたいな感じだった気がするんだけど、うん、ちょっとリスキーすぎるからちょっと離れてたら勝手にね忘れないでよみたいな感じで、うん、勝手に帰ってくる気がするから、はい、ちょっと早く帰ってきてくんないか帽子頼むよオッケー帰ってきた、はい、帽子多い忘れないでよで帰ってきて、うん、でこっからこのダンジョンというかね、うん、この塔を攻略していきたいとそうだねいう感じではあるが、うん、なんかないまいち森の国覚えてねえわムーンの位置、うん、なんか割と水の国ぐらいまではねめちゃくちゃムーンの位置とかもう事細かに把握してはいたんだが、はい、森の国ねもう量が多すぎて把握しきれないんだよね、いやほんとそうよね、まあ、ただこいつをキャプチャーしていくのか、そうねキャプチャーしていくのもありだけども、うん、あれコインあれとか言って今一瞬コインアレルギー出たな今もう解毒して俺を誰か誰か俺を解毒してください、もう重症なんですもうコイン取った瞬間にちょっとヒヤッとしちゃうよね、ちょっとヒヤッとしちゃう病気にかかってますんでね、うん、こっからなんだが、うん、このネバール君みたいなやつね、はい、これねキャプチャーねしたいんだけどなんか足自体が草みたいな色合いしてんだよなこいつ、そうね若干草やな、うん、だからなんかこれちょっとね俺の気持ち的にキャプチャーしたくないんだよね、はい、だからキャプチャーせずに、はい、攻略していきたいんだが、おお、ワンチャンさ、うん、こことかに何なかったっけ、うわ俺やってんなやってんなマジで端っこに草が溜まってんのはほんと勘弁してほしいのよね、うん、そうだね、これはあなるほど玉ねぎで揚げないといけない、そう必要だねキャプチャーは、うーん、まあ必要だねとか言いつつね、ここ一応なんか100封すれば確か届くような気がするんだよねここは、あー届くんだ、届くから先行くけど、うん、この道中ムーンあったっけ、確か 1,2 個あった気がするけど、まあいいやこの先で集めれたらいいやということで、はい、こいつに食わせてヒップドロップすればこの先に進めますんでね、うん、はい、そんでムーンもう1個取れると、うん、まあ割となんだろうな手前の難しいところに執着せずなどんどん先行ってなんか簡単なやつから取っていくみたいな感じの方がいいと思うからね、確かにね割とゴリゴリルート開けちゃった方がいいと思うんだが、草じゃないそれちょっと待ってなんか思い出してきたかもしれない、やばいやばいことを思い出したかもしれないちょっと待てよ、これね別の塔にねこの先行けるようになるんだけれどもさ、はい、まずは P を押さなきゃいけない、そう P を押さないといけないんだけどここだよ、はい草ー、はーいやってる、これは乗れそうだねじゃねえんだよ草の道乗んなくても、うん、なんか集めれるまだあるはず、おこっちの道とかにさ、こっちの裏道みたいなねえあったような気がするんだけど、うん、だから一応草あるから踏まないようにして、その草なんだよな若干危ないと、うん、そんで、うん、ちょっと待てって、あのくるみにムーンあったっけな、くるみを3回ぐらい叩けばムーンゲットできるんだけど、はい、いやワンチャンあるな、ちょっと一旦あの奥まで行ってみたいが、そうだね、はい行って、いい位置取りよ、はいで行っていいんだけれども、これ上投げとかで届くかね、ワンチャン届いてほしいんだけど無理かな、うん、くわー、やっぱ玉ねぎくん必要かね、玉ねぎくんこれ上投げで、まあ届いてそうではあるよ、上投げでおー、いけてる、いけてる、いけてる、これはとやればいい、はい、ここあと一発、うわー、ヒヤヒヤするこっからさげ、おい、オッケー出てきた、そしてこれをどう取るか、うん、まあ、取った後カビキックしてここ戻ってこれちゃえば、うん、割と1個確保できるから、そうだね、これ緊張せずに行こう、はい、よし行きまーす、はい、でやっちまった、ちょっと待って一旦やり直すね一旦戻る、一旦やり直すね一旦やり直すねこっからカビキック帽子ジャンプからの、うん、取っていって、はい、壁キックで戻りたいが、おぉどうこれどうこれはーセーフだろ、苔でしょこれはちょっとなんかグレーゾーンだったんだよ、やり直しますまあ偉いな、もうね次はミスりたくないわけよ、うん、こうして撮って、はい、もうさっきはなんかミスなんかねすごい焦ってたから、このカメラワークがすごい嫌なんだよ、オッケー、はい、これでこっち戻ると、はい、オッケー、これで中間戻っちゃえば、うん、これで5個で、はい、こっからどう集めるかが全く分かりません本当に分からない、どうすればいい俺は、どうしようか、いやこの後ろからならワンチャンみたいな、
うん、後ろからならワンチャン入れんじゃんこれ。うん、こことかなかったっけ。ワンチャンあった気がするわ。まあ、どう壊すかこのブロック。このブロックでいける、ヒップドロップでいけるんじゃないかな。こっからドン、いけた、はい、いけたね。草ないよね。ないね。こっから草マジで一本も生えんな。うん、オッケー。でここは一応ね、玉ねぎをキャプチャーして、うん、なんかビヨーン使ってね、うん、攻略する感じなんだが、はい、ヒップドロップとキャッピーのね、うん、力を使えば割とゴリ押しで、はい、登れてしまうということで。いや、いいですね。この上とかなんかありそうじゃね。この上絶対ある。なんか俺覚えてるもん。おっ、オッケー。さっきのくるみじゃんこれ。うん、そしてこれもまた上投げ3回とかで、はい、壊せんじゃないのか。素晴らしい。頼む、取ってくれマリオ。オッケー、はい、取って、はい、これで一応6個か。うん、最初の中間帰ってきて、はい、この辺にもね、まだ何個か取りそびであると思うから取っていきたいんだが。行きたいね。後ろにね、結構ムンあった気がするんだよね。うん、だからやっていきたいんだけども、はい、いかついぐらい狭い足場がただこう行けば大丈夫と。オッケー。でこっから玉ねぎくんがあるけど、これも使わずに、うん、こう行って進んでいけば、はい、ここにもくるみがあったはずなんです。うち繋がってるね。待って、カメラが見えん。おー、これはギリセイじゃないこれは。うん、でこれどうこす、これまたもう上、上投げ、はい、上投げで、うん、オッケー。もうちまちまこんな感じで集めていくしかない。そうですね。グランドムーンとかゲットできればね、大量ゲットにはなってくるんだが、はい、こんな感じでちまちま集めは、中間使って戻ってみたいな繰り返していきますよ。現時点でいけるとこのムーンもうなんか全部集めた気がするんだけど、うん、もうこれ以上集めらんないぞムーン。そうよな。じゃあもうあれをやるしかないかもしれない。なんだ、あの草の道を使えないならジャンプであの奥の塔まで行ってしまうという作戦ね。いけんのか三段ジャンプかけるみたいな、いけないかな。 1,2,3 とこんなんで、うん、うわ、草広がって、草広がりすぎじゃない手前に。それはマジで性格悪いってめちゃくちゃ性格悪い、それ悪すぎる。マジか、そのワンちゃんが封じられた終わったかもしれないここにて、うん、森の国終了という可能性ちょっとね、上田さんと1時間、いやもっとかな、なんか話し合ってたら、うん、ちょっと見つけたと、うん、そうですねなんか微妙だけど、草踏まずに行けんじゃねえかというルートが開拓できたんで、うん、ちょっとそれをやっていきたいという感じなんだが、はい、うん、ここでね、まずはね、スイッチを押してしまうと、うん、ここでスイッチ押してから、はい、まずはね、行かずにちょっと仕様だけ見せたいから、はい、ここにね、ちょっと乗っときます、うん、するとね、見てください、はい、今草が消えた透明な部分にもちょっとマリオ乗ってたじゃないですか。ね、乗ってましたね。だから消えかけの透明なところにも若干足場判定があるんですね。うん、これを活用すれば草につかずに向こう行けるかもしんないということで。そうっすね。こっから2人プレイというか、うん、ちょっと1人プレイのジャンプだと若干微妙だから、ちょっと2人プレイのジャンプを使ってやっていきたいんだが、消えかけの足場をピンポイント狙う。行くぞ。はい、いや次行こう、ちょっと次行こうよし、はい、ドーンドーンドーン。さあ乗れるか。おめえ乗れよー、くそー行きます。はい、せーの、ドンドンドン。さあないとこ、乗って、乗って、くそ、ないとこに、さあこれはまあテクスチャー上の抜け目をかいくぐったいい作戦だったんじゃないこれは。そうでしょう。確かな、この先のこっちにもあった気がするんだよね。うん、本筋じゃないこのサブルートみたいなところにも、はい、1個ぐらい、うん、ムーンがあったはずだから。そうですね。ただ草が若干あんのがダリーが、まあこのルート経由してこんな感じでいけば、うん、大丈夫でしょう。そんで壊して、はい、ここのちょっと葉っぱにも触れないようにしながら取っていくと。いいね。この P もおそらくな、草の道ができるだけだよな。まあ多分そうだね。これなんかワンチャン大ジャンプとか届かないかな、こっからの。あ、どうだろう。俺行きたいのはね、あの奥に若干見えるあの入り口みたいな、うん、うん、あそこに行きたいんだけど、はい、ちょっとやってみていいか。うん、1,2,3。 いや絶対に無理だ絶対に無理だ、あんな届くわけねえくっそー。うわ、ここもなんか四つ角を本当に覆い茂らすのやめてほしいんだよな。やめてほしいね。四つ角からワンチャンなグルーンジャンプとかで行けば、うん、ありそうだったのに。はい、まあ一応 P 押してみるか。うん、 P よりもこれだよね、そりゃ、ね、そうだね。ワンチャンいけんじゃねえかな。なんかいけそうではあるよな。うん、ちょっとやってみようかな。うん、いきます。はい、お、どうだ、さあいけ、
おお、あったんじゃないこれは。いけたね。いけたいけた。どうも、編集後のスウィントと上田です。先ほどのこっからやったジャンプですね。はい、めちゃめちゃスローで編集の時に確認したんですよ私。うん、そしたらですね、ちょっと草パサーなってました。すいませんでした。すいませんでした。これでちょっとやり直させてもらって、ちょっとね、視聴者の怒りを収めさせるという作戦をちょっと取らせていただきます。視聴者そんな怒ってんのか。今ね、もうね、スマホの画面叩き割る寸前まで行ってたと思うから。寸前まで行ってた。これでちょっとね、スマホが壊れないように平和的解決をねしていきたいということで。はい、もういけると思うんでね。はい、もうこれでこういっちゃって、うん、こういって、うん、もう余裕で届くでしょう。そうですね。もうすいませんね、これでね、怒りを収めてくださいということで。はい、お願いします。では本編に戻ります。戻りましょう。今ね、操作しながら思ったけど、めちゃめちゃベクトリング効いてたわ。うん、なんか重力がめちゃくちゃ効いて、はい、いけてたけど大丈夫？こっからも。ほとんど草だな。まあマジでほとんど草になってるから。うん。いや、ただあそこをね、帽子ぐるんジャンプでいけたのマジでよかったわ。めちゃめちゃでかいよ。ただここは別に壁キックとかではいけそうだけど、若干な、手前にも草広がってんのだるすぎるな。めっちゃだるいね。これどうしよう。まあ普通に、ただ玉ねぎくんが完全にディフェンスに入られてる、マジで。マンツーマンのディフェンスしてくる、あいつが。あいつ邪魔やな。マジで邪魔すぎるんだけど。まあただ、冷静に行けば、てかこの赤い棒も邪魔だしさ、鉄壁すぎるんだけど、ここの守りが。嘘でしょ。タイミングがむずすぎるな。いつ行くのこれ、本当に。もういいや。このタイミング。うわー、ギャプチャーして草薄も踏んでんじゃないこれ、マジで。もう、くたばれよ、マジで。本当になんだ、このディフェンス力の高さ。高すぎる、マジで。ここからもうスピードで行っちゃった方がいいんじゃない、玉ねぎ来る前にさ。確かに。これは行ってんじゃない、うん、結構隙間通り抜けて。はい。でこれは普通に乗れるか、うん、あー、ただなんか若干草が覆い茂ってるのがだるすぎるか。はい、まあここに乗りながらエレベーターみたいな感じでね、進めてもらって、ここも壁キック P があるのね。あー、どうする、押すか押さないか、ちょっとめんどくさいが、まあもうこれは安全にグイッとエレベーターに乗って上に登っていかないといけないんだけど、はい、うん、こっからだよね。 P をしてぐるぐる、多分この頂上を目指さないといけないんだけど、うん、あの赤い足場、うん、ちょっと草もかかってるけど、うん、まあ足場はなくはない、足場なくないから、それで行くしかないから、うん、それで行くか、うん、だからこんぐらいのタイミングなんじゃない。おっ、いいんじゃない。じゃあもうストイックスイントやり直します。タイミング結構つかみづらいんだよな。うん、オレンジに乗りたいんだけど、はい、どの辺かな。もう結構沈んでるタイミングでやりだしてもいいような気がする。確かに、こっから出てくるんじゃん。ちょうど出てくるからね。出てくるから、ここで大ジャンプで、はい、これで上投げで、これも壊していきたいけど、まだ先があんのか。これは言うて道端にあるムーンみたいな感じだから、うん、頂上はまだ先にあると。はい、この上か。そうですね。だからもう一回ぐらい赤い棒ジャンプをしないといけない。うん、もう一回どころじゃないかもな。もう 2,3 回やんないといけないかもしれない。うわ、マジで結構だるいが、うん、乗ってやって、いけた。空中で耐えられるか。耐えて、はい、これはどこ、どこ行けばいいんだ、どこ、これどうすればいい、これ。かだー、あー、行きます。はい、こっからまず向こうに乗ってからだよな。うん、こっから一回耐えの、こっからもう行きたい、こっちに。うん、さあ高さが足りるかどうか。オーケー、足りていく。いいね。そしてこっから慎重に草だけを踏まないようにして、うん、登っていって、はい、オッケー、オッケー、いいよ。見えるよ影が。そっか、この上にムーンがあるか。ただちょっとこれ高さ、あれ、これ玉ねぎくんで取る用のやつなんだよね。そうだね。まあ、これ取れないムーンはね、あの一応ね、先送りにしますわ。あ、わかりました。そんで、簡単なムーンから集めて、それで数足りれば難しいことしなくていいから。うん、何してんねお前さ、おいおいおい、これは不可避やて。完全に油断してた今、うん、すごい未来の話してたら手前が死んでた、マジで。嘘でしょ。足元救われたね。足元が本当に言葉通り救われました、これは。絶対ここ来ないといけないところで積んでるんで、うん、積んでるのにのんきやな、お前、寝そべってよ、お前よ。だからこっからジャンプしてからだよね。そうだね、ジャンプしてからこっから一回も踏みしめずにボス戦まで行きたいと、はい、いう感じなんで、ジャンプで一応中間はね、ちょうど草がないんで、うん、取れていって、いいね。こっからの足場もなんかすごい不安定だからね。ほとんど草だもんな。めちゃくちゃ怖いんだけど。オレンジが少ねえ。はい、いいとこ狙ったね。
こっからもう行きたいんだけど。おお、行けます、1番目まで。素晴らしい。行ってー、これでボス戦で、これでムーンあったっけな。なんか一応湖の国か、湖の国はグランドムーンくれたんだけど、うん、ちょっとこの辺からなんかくれなくなってきた記憶あるんだけどね。せこくなる、ブルーダルズが。キキキツやっと来たか、ブーケの穴を。ちっちゃいやつ読め。青のやつだっけこれは。そうだね、青のやつだいぶ強かった記憶はあるんだが、うん、まあ、運よくねこのボス戦も。あらー、マリオ、あーマリオちゃん俺ちゃんと土のとこ狙ってダイブしたよね。俺ちゃんと来てましたね今回。マリオ俺をつまずに来てないか。まあ、これもねイベント後なんで仕方ないということで。そうね、イベント後は許してくださいということで、こっからジャンプをしてから開始という感じにしたいんだが、はい、目の前広がるのは毒という感じではありますけど、そうやむを得ず1ダメージ受けるか、まあ、一旦帽子出すのは自由だからさ。あ、オッケーなんだ、うん、帽子出して出して出してジャンプスタート。ここからです。はい、こっからどうしよう、もう踏んじゃっていいのかなこいつ。もうその方がいいよな。踏んじゃって、はい、なんでダイブした俺。うーん、のまのまい、マジでダイブなかった。でこの間にこんな感じで待ってて、うん、だからもう一回一緒なのか、うんうん、もう一回一緒なのか。オッケーオッケー、そうなんだ。2回、1回は帽子を払うみたいな感じで2回踏まないと踏んだ判定にはならないと。はい、ちょっとこれはな、まあ、一応帽子でピャンってやれば、うん、まあ、コイン縛り的には結構なんかね、うん、だるかったとかそんな感じはし、なんか記憶あるんだけども、うん、この縛り的にはフィールドもね整ってるし。そうだね、そんなむずくはないと思う、うん、簡単だわこれマジで簡単だわ一瞬で終わらせるぞ。一瞬で終わらせましょう。ただ一応ね1ダメージ食らっちゃってるから、うん、ちょっと油断はできないんだが、こんな感じで来たのを跳ね返していけばいいだけだからね、うん、全然簡単そうだ ね、めちゃくちゃ簡単そう、うん、そうだろう、ちょっとゴリ押しで終わらせるぜ。オーケー、ヒヤヒヤしたね最後。最後ヒヤヒヤしたけど、まあそんなね苦戦することもなかったと言っていいでしょう、はい、この後が大事。グランドムーン、グランドムーン、おえい、さあ、ありがてえ、マジでありがたい、うん、後半の国へ行けば行くほど本当にこいつらムーンくれなくなってくるから、うん、このグランドムーン3つであと何個だった、意外に集めてんじゃない俺らも。結構集まった方だよね。なんかやむを得ない積みが2回ほどありましたが、はい、まあそれ以外は踏まずに、うん、これで一旦オデッセイ号帰るんだよね、うん、でそっから、はい、手に入れれるムーンもめちゃめちゃ増えるような記憶があるんで、うん、これはなんかもう森の国攻略したかもしれないマジで。確かに。さあそんであと4つか、はい、うん、さあここまで来て、うん、こっからねどう4つ集めんだ、もうねえじゃねえかって思ってたらね、はい、この辺の地形が変わってるんですよ。本当は変わってるね。大砲がいたりしてるから、うん、こっち行きたいんだけどここで壊してみたいなことは可能かな。こっちで壊してくれ、もう行けんじゃない、こっちで頼む、壊れろ。お、高さが足りないだと。もうキャプチャーする？あ、そうね、あ、キャプチャー縛りの病気にもかかってきたかもしれないこれあ、キャプチャーしちゃダメだと思ってた、キャプチャーしちゃダメだと思ってた今コイン縛りの病気にもかかってたし、うん、キャプチャー縛りの病気にもかかってたかもしれない俺今オデッセイで呪いかかりすぎでしょオデッセイの縛りプレイしすぎていろんな弊害が出てるんだけどそうね、これ草踏まなきゃいいからこの大砲はキャプチャーして大丈夫と、うん、そうですね、いうことで、はい、入っていく。ちょっとヒヤッとしたけど大丈夫と。はい、でこっから地味にね広がってんのもだるいんだが、ほんとだね、種植えなきゃ上に行けない？なんかこいつから種もらいたいな気がする。レバー引けば、うん、レバー引くと種出るよっつって、はい、そこに落とすのマジやめてほしいそこに落とすのマジやめてほしい。もう一回帽子で跳ねさせる？全然動かねえ。おい、キャップ筋トレしてくれよ。マジで言ってる？もう一個出ない？裏側、あ、もう一個出る。わー、出たりはしないか。おい、在庫一個でそこに出すわ。さすがにお前鬼畜すぎるってドSロボットだこいつ。ほんとだな。あー、全然もうつかめないじゃんこんなこっからで、はい、レバーをちゃんとこっちの方向ぐらいから引かないといけない。すると若干ここになってこうなればモテると。はい、オッケーオッケーオッケー。さっきよりも手前に来てくれたからありがたい。うん、そしてこれを植えるとそしてこれをうん、そしてこれを植えると大丈夫。いや、ごまかすな、カットさせないよいや、編集の俺が絶対カットしてるから大丈夫よ。カットしてんのかカットしてたらこの会話なんだろうってなっちゃうけどねそっか、じゃあメタ発言やめてもらっていいですかそしてね、一体死んでるっていうね。そうだね、めちゃめちゃかわいそう、ね、補給所が混みすぎて、うん、息絶えたロボットが一匹いますが、はい、ね、ちゃんとね、もうお前のせいだよ混んでんの多分なお前がずっとやってるからだと思うけどね、うん、そしてここをこうやってやればムーンがあると、はい、こっからねあと3つか、うん、そんでこっちに中間あるんで、はい、取っていって、うん、そしてこっから、うん、あと3
だいぶ余裕があると言ってもいいかもしれないが、なんか草が広がりだしたところから。そうだね。でこれは確かね、クリボーをめっちゃタワー作って集めればいいっていうミッションだった気がするから、うん、はい、入ってやって、この上にいるマドンナクリボーみたいな、うん、やつの目線の高さまで合わせてあげるという感じなんで、うん、クリボーをとりあえず引き連れて、はい、ここの石の上で踏んで、石の上で踏んでってやっ、あ、待って、わー、石が続いていない。あ、ただなんか一匹仲間外れクリボーがいる。一匹仲間外れクリボーがいるから、こいつも仲間にしようか。こいつも仲間にしてあげたいけど、うん、オッケー。ね、仲間外れクリボーもここで仲間にして、だいぶ高さあるよ、はい、結構一致団結したよ。クリボータワーができたから、これで目線は合うはずなんだけど、足場が大丈夫かと、一応ジャンプとかしながら。この辺だったらムーン来るんじゃないか。お、オッケー。ちょっと遠距離でも大丈夫。うん、ちょっと遠距離でもいける系彼女ね。ありがとうね、本当に。ちょっと距離があるけど、こっからキャプチャー解除して、はい、マリオになってマリオになって、あ、おじさんやんみたいな感じで逃げられましたけども、ね、騙されたってなってんだろうな。そんでクリボンも激おこだけどね。これちょっと取りづらいな、位置が。確かに。まあただこうジャンプしてクリボー踏んじゃって、うん、取ってこっから帽子ジャンプとかすれば余裕でしょう。はい、オッケー。そんでこっからもめちゃめちゃ広がってるが、うん、いけるかね。いけるとは思うんだが、ギリギリ茶色のとこにいけたが、この辺の大砲はキャプチャーできない。そうね、草にいるからね。そうだね。まあ動いてくれればキャプチャーできるが、全然動いてくれなそうよ。固定放題だこいつら。うわーうわー、マジか。うわー、そんでなんかこの辺で耐久してると死にそうな気がする、うん、そうだな。どう行こう。いや、高くない壁。これは壊さないと登れないんじゃないか。さすがに壊さないと登れないが、壊してくれてはいる。うん、でもマリオに狙ってるからな。マリオが結構高いとこ行かないと。そうね、これは壊れないんじゃないか。オッケー、この辺を壊してくれ。いいとこ壊してくれた。この辺を壊してくれ。壊れてない。下ちゃう、下ちゃう、下ちゃう。下ちゃうて、下ちゃうて、上を壊してほしい。そうなんだよな。上のこの辺を壊してくれたら、その隙間に入り込んで、うん、え、なんか草かんだよ。ほんとだ。え、壊したその草がある。壊したその、なんかチラ見してるけど、草あんのこれ。乗れないのか。じゃあそことかうなるね、草ね。草あるってことは、これもうここ登んの無理説ないか。いや無理そうだよな。こっちを壊してくれ。で狙ってくれるかな。そうね、ただなんか右に道続いてんだよな、なんかちょっと。あ、こっちから行けばいいのかな。こっちから行きゃいいんじゃねという説。うん、うん、まだ届くか。あ、石はあるからこう行きゃいいのか。そうだね、そっからいけんじゃない？こうの、はい、こうとかで。素晴らしい。こっちのルートでこの上登れんなら別に壊してもらう。カメラが終わってんねん。カメラが終わってんねん。全然見えなかったね。カメラが終わってんねん。どうやって。おー、一応いけてるけど。うん。本当にこれカメラ見えないように設計されてるぞ、ちょっと。危ないけど。うん。はい、大丈夫。手は大丈夫だからね。足をつかなきゃいいだけだから。うん、着地が違う、ダメなんだ、だけだからね。着地が草なのがダメみたいな。はい。感じなんで。一応ね、足場は草ないからね、うん、割と安心していけてる感じはするが。いけてますね。まあ、この辺がちょっと草あるし。若干ね、草あるんだよな、うん、若干草あるから怖いし、うん、この辺から、うん、やっちまった。やっちまった。やっちまったちょっとね、結構試行錯誤してみたけど、ここ登るの普通にね、あの不可能っぽかったんで、うん、普通にこの右ルートを攻めていこうかな。はい。でこからさっき焦って直接行こうとしたけど、うん、これジャンプでこの辺ついちゃえばいいんじゃない？ね、そこは大丈夫だね。そんでここでこうすればいいんだが、入り口終わってんな。ちょっと待ってくれよ。まあジャンプすればいいんじゃない？右端がいけてる。あ、いけてるね。右端がいけてて、うん、このルートはマジで初めてかも、来たの。おお。ちょっと来たことないけど、まあ上のこの鉄棒、おい、どっち向きで掴んでんだよお前。この後ろジャンプもいけたっけ。いけた、ね、あ、いけたね。そんで、あ、空中ルートはありがたいよ、俺からしたら。うん、うん、でこっから空中じゃなくなるけど、はい、もう一回ジャンプすれば大丈夫。ここコイン縛りじゃ絶対来なかったね。そうね、絶対に来れない場所では、うん、あったんだが、はい、ここ来ちゃえば大丈夫と。はい、いいね。そしてこれがムーンか。ムーンだったらありがたい。ムーンだったらありがたいけど、そこ大丈夫か。ね、どう取るかにはなる。うわー、どうしようこれ。うえ、普通に撮ってからだよね。だからまずは普通に撮んないといけないんだけど、カメラがね、すごい言うこと聞かないんだよ、ここ。ほんと固定されてるね。だからまずは撮ってからですね。こっからもうカチ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 聞こえてると思うけど、はい、こうすればまあいけました。いけました。オッケー。そんでこの後どこ行けばいいよ俺。どっかも多分入るとき足つくと思うんだよな、さすがに。まあそうだよね。まあここは安全にどっかの中間帰りますか。そうしますか。なんかあと1個どっかないかなとか探して、このタワーとか怪しいなと思ってたら、こんなん見つけちゃったんすよ。そう、ロケットあるね。ロケットはもうダンジョンの証でしょこれは。はい。だからちょっと今草が怖いってこれ。
乗れるかいこれ。まあ、多分乗れるとは思うんだけど。はい、うん、でこうすれば乗れて、はい、オッケー。これで草乗って B 長押して飛べばおそらく、うん、ダンジョンに繋がってムーン1個や2個はあるはず。そして草と無縁の世界にやってきました。はい、コンクリートでかすぎる。うん、そしてこれはそっか、ムーンのチップを集めるやつで、うん、はい、まあ、それ集めればもうクリアとなれば、うん、草とか距離出して、本当に草と無縁の世界じゃんこれ。ねえ、ありがたすぎる。これは何もヒヤヒヤすることなく、うん、いけそうではあるが、限りなくね何も見えないという感じである。うん、結構ミスるぞ慌ててたらこのクリボードでキャプチャーできんじゃない？このクリボー、ほんとだ、キャプチャーできて、うん、なるほど、こいつで飛べば、うん、下とかもこう見渡せるようになるってことか。そうだね。そんでこういって、ここは、あ、さっき、え、マジで自分が今どこにいるのか本当に、あーった、あったあった、本当に分かんないって言うとしたけど、あって、多分あと1個だよな。あと1個どっかにあるはずなんだけど、うん、くー、ほんとに、こことかじゃない？ありそう。ここかじゃない？あー、このね、ルミの中とかにムーンがんのかい。ムーンあるなら集める意味なかったもうこれで基準満たしちゃったんだけどまあせっかくだしやるか最後まで。そうだね、集めるか。これマジでどこにあるか分かんないんだけど、ね、全然分かんないね。マジでどこ、あー、最初のスタート位置の真裏に、うん、あったね。はい、これほんとクリボーないと絶対取れないやつだったじゃん。うん、もうなんかクリボーキャプチャーせずに行こうかなとか思ってたけども完全にクリボーないと取れないやつで、これ取って、まあ、1個余分ではあるが、うん、これにて森の国、はい、完了なんちゃいますかこれは。そうですね。オッケーオッケー。だいぶ激闘だったんじゃないこの国は。そうだね。結構積みそうなところが、まあ、実際なんかもう積んだところは何個かあったけども、はい、まああれは仕方ないとして、まあ、それ以外を草踏まずに、うん、なんとかクリアしたということで、はい、あの草の透明な部分の判定使うっていうのは結構新しい発想だったんじゃないあれは。いや確かにね、うん、あんなことしてる RTA の人見たことないもん本当に。世界初だな。世界初、もう世界初の実況、もうマリオデッセイ実況者としてね、こっからね売り出していきますんでよろしくお願いします。お願いしますよそれ世界一になりたいからね次は何の国だったっけ。うん、なんだろうね、なんか都市の国かっこ仮みたいな感じだった気がするけど。おお、だよね。はい、まあ、都市の国と言いながらも途中でね、やからに絡まれるみたいなことありそうですけれども、はい、まあまあそれは次回ということになるのかな。そうですね。ということで、はい、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。